はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、やっぱり人生ってこう生きればいいんだっていうお話をしたいと思います。いやー、もう私がですね、このチャンネルでもう何度もお話ししていることがですね、昨日ある番組を見た時に、その中に出てきた人たちがですね、まあ2人なんですけど、それぞれの方が同じことを言ってらっしゃったんですよね。 まあそれは何の番組かというと、アンビリーバボーなんですけども、皆さんの中にもですね、あの見られた方いらっしゃると思うんですよ。 で、あの、スペシャルだったんで、後半部分でですね、まあ、実際にあった再現 VTR をやってたんですけども、私、あれが大好きでですね、再現 VTR 大好きなんですけどね、それで、あの、二つのね、エピソードがありまして、一つ目が飛行機に関するね、あの、再現 VTR で、で、もう、窮地に追い込まれたそのパイロットの方のね、 もうその一連のこのね、どういう状況だったかっていうことをやってたんですね。で、もう一つが、あの、娘さんがですね、誘拐されたっていうような、そういう状況になって、まあ実際はね、誘拐されてなかったんだけど、まあそういうシチュエーションになったっていうね、まあそのね、あの、お母さんがいたんですけど、そのお母さんの元旦那さん、離婚した元旦那さんのセリフだったんですね。 だからそのパイロットの方とその元旦那さんのセリフの中に共通したことがありまして、それが私がこのチャンネルでずっと繰り返し言ってることなんですよね。だからそれをですね、ちょっともう一回改めてこの動画でお話をしようかなと思うんですね。で、まずそのパイロットの方がね、もうあの無事にね、あの着陸できて、その後のインタビューでこういうことを言われたんですよ。 いや、本当にこういう状況の時は、あの人生はシンプルで、でね、そのシンプルっていうことをね、私本当言ってますよね。あのシンプルっていうのは、あの慌てずですね、ジタバタせずに、あのただこうすればいいんだよっていう、こう本当にこうシンプルな考え方っていうことなんですよね。で、そのパイロットの方はものすごくこう危機な状況になったんだけど、冷静に物事を客観視して落ち着いて考えたんだって言われたんですよ。 だからものすごい本当にねもう乗客300何名の命をこう自分が背負ってるわけですよねもう本当にこう着陸ちゃんとできなかったらもうやばい状況なんだけどパニックになることなく冷静に物事を客観視して落ち着いてあの判断したあのいろいろ考えたっていうことなんですよ だからあの自分はね乗り越えられてちゃんとあのいい結果が出たんだってまあ、人生ってシンプルなんだって言ってたんですよね。でもう一つのその誘拐された奥さんのその元旦那さんのセリフでもいやあの奥さんがなんかすごくねあのもうどうしようどうしようって娘がね誘拐されたなんてねあの自分に連絡してきたけどいや俺は冷静に見てたって言うんですよ。 いや、これって今どういう状況なんだろうあなんか元奥さんがこうやって連絡してきてすごいパニックになってる。じゃあまず自分はどういう行動をしたらいいのかって考えて、じゃあまず、あの、娘さんがね、本当にね、誘拐されてるのか、その娘さんが、あの、習い事してるその体操教室にじゃあ行ってみようっていうことをね、一つ一つ、じゃあ自分は何をしたらいいのか。このなんか一見するとパニックになってるような状況を、ね、どうしたら自分がちゃんと、 あの物事を運んでいけるのかということを考えてるってことなんですよ。冷静に客観視して。だから自分も一緒に、えどうしたんだってこう自分も一緒にパニックになるんじゃなくて、自分は冷静にっていうことなんですよ。 だからですね、あの、パイロットの方も、その元旦那さんもですね、まあ自分の人生に、まあ一見するとというか、まあ実際本当にね、その飛行機のあれはね、ものすごいこう本当に危ない状況になってるんだけど、でも、まあ一見するとちょっと、え、何なんだこれってね、まあそういうことが起きた時に自分がパニックにならない。えー、どうしようどうしようって感情的にならない。慌てふためかない。一歩、ちょっとこうね、あのこっち側にこうね、下がって、 え、これってどういう状況なんだろうかじゃあ自分は何をすればいいんだろう自分はってまず自分をですね、あの見るってことなんですよ。私このチャンネルでそれずっと言ってるんですよね。まず自分なんですよ。周りを見るんじゃなくて、状況じゃなくて、まず自分は、じゃあこの物事をどう受け止めたらいいのか、どう思考したらいいのか、感情的にならずにシンプルにあの物事を考えていく。 そのですね、冷静さがめちゃくちゃ大事なんですよ。落ち着いた物事を客観視して、じゃあ自分に何ができるのか、自分のこの思考はどういうふうに持っとけば、物事の解決につながるのか、感情的にはならないで、冷静に物事を見る。もうこれが本当に大事なんですよね。 でも過去の私はそれしてなかったっていうことが大前提でお話をしてるんですね、このチャンネルは。過去の私が、あの、そうやってその真逆を言ってたから、人生がうまくいかなくて、自分のストレスとか、ものすごく体にダメージ、メンタルはもう下がりっぱなしで、波動も下がって、いいことが全く起きなくて、もうどん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 良くないことが起きちゃったっていうことなんですね。 だから、あの、どうしたら人生って良くなるのかって考えたときに、じゃあ過去のあの時の私と真逆をね、生きればいいんだっていうことに気づいて、まあ今はそういうふうに生きてるっていうことなんですね。だから、あの、そういうふうにね、生きれば人生ってですね、ちゃんと解決していくんですよ。 だからそのパイロットの方も冷静沈着にですね、物事を判断して、で、自分でできることを精一杯やったから、あの、無事に着陸ができた。そして、その元旦那さんの方もね、まあ、実は娘さん誘拐されてなかった。あの、悪いね、詐欺の人たちが、あの、誘拐を装ってた。 それで、その奥さんが一人でパニックになって、もう,う、わ、どうしようってなってたっていうことなんですよ。それを旦那さんが冷静に見て、判断して自分にできることを行動したから解決に向かった。っていうことは、みんなが幸せになってるんですよ。だってそのパイロットの方が、もし感情的になって、はわ、どうしよう、どうするんだ、俺は、ってね、なってたらどうですか もう乗客の方の命もどうなってたかわからないし、その元旦那さんも一緒になってね、え、どうしたんだってもうわーってもうなってね、もうパニックになってたら、物事がね、解決したかどうかわかりませんよね。だから、本当にですね、まあ人間ってね、感情があるからね、まあついつい感情的になっちゃったり、パニックになったり、え、どうしたらいいのってなっちゃうんですけど、まあそこは、まあそのアンビリーバーボーのね、二つのね、 その実体験のその人たちが口を揃えて言ってたことが、まあ本当にそれですよっていうことなんです。それね、私もこのチャンネルで言ってることですよっていうことなんですよ。だから、あの、この動画を見ていただいている皆さんもですね、自分の人生に何か起きますよ。人生ですから。あの、生きてればいろんなことが起きるんですよ。だってそれが人生だからなんです。何にも起きないってことはないんですよね。だから何かが起きた時は、自分をちゃんとですね、見て、 じゃあ自分はこの物事、出来事をどう捉えて、どう判断して、で、冷静に物事を考えて、じゃあ自分は何ができるかなって考える。そして、あの、冷静に行動する。あの、落ち着いてっていうことです。感情的にならずに。 そうやってやればですね、ちゃんと物事は解決していくんです。そして冷静沈着っていうことは、あの感情的じゃないから、負のね、波動にならないんですよね。自分が落ち着いてるっていうことは、マイナスな思考でもないし、あの、ネガティブでもないから、波動がですね、下がらないんですよね。だから、波動が下がらないっていうことは、物事がちゃんと解決に向かうんですよ。いい方向に向かうんですね。 でもその真逆をすると、どんどん悪い方になって、自分も良くない状況になって波動が下がって、もう物事も解決しないっていうことなんです。で、あの、今日起きた時にですね、コメントをね、また拝見したんですけど、まあコメントもね、本当に最近ね、もうめちゃくちゃね、嬉しいこと皆さん書いてくださってて、本当に皆さんがね、 いろんなことにこう気づいていただいたり、今までね気づかなかったっていうことをちゃんと書かれてらっしゃってね。いや、こういうことをね、なんか目から鱗でしたとかね。いや、この動画に出会ってよかったですとか言っていただいても、私もですね、ああ、もうほんとよかったですね。皆さんで一緒にね、こういい方向に行きましょうねって本当に思いながらね、ハートマークをさせていただいてるんですけど、まあ、その中に今日あの見たあのコメントの中にですね、あのお父様のなんか病気のことでそれを考えるとものすごくもうね、今辛い状 状況でも頭がおかしくなりそうですみたいなことを書かれている方がいらっしゃったんですけどだからそれを見たからこそ今回これをねお話ししようかなって思ったんですまあ、昨日ねちょっとアンビリーバブを見て話そうとは思ってたんだけどあのそういうコメントいた頂いたからまますますす、ね、話そうと思ったんですねだからあのお父様のご病気であの頭が狂いそうになるっていうことは あの、そこがですね、冷静になられてないんですね。でももちろんね、その気持ちめちゃくちゃわかりますよ。だって私だって、その主人のね、あの闘病で、ものすごく頭おかしくなりそうになってね、奈落の底に落ちた人間ですから、その感情があの悪いって言ってるわけじゃないんですよ。その方が今、ものすごく辛い状況だからこそ、せっかく私のこのチャンネルに来ていただいてるんでね、 まあこの動画も見ていただいているかちょっとわからないんだけど、でもほんと伝わったらいいなと思ってお話ししてるんですけど、あの、そうやってお父様の病気がものすごく心配ということですよね。いや、お父さんどうなっちゃうのってもうお父さん大好きなのにっていうことですよね。ということは、あの、感情的にちょっとなっちゃって。 いるんで,す、ね、でもそれは当たり前なんで悪いことじゃないんですけどでもその感情的なのを悪いんじゃないんだけどでもそのご本人のためとそのお父さんのためにもそのコメントの方が冷静になられるのがすごくいいことなんです。 その冷静になられるといいのは、さっきお話したように自分の波動が下がらないからなんです。今パニックになられてて、どうしよう頭が狂いそうっていうのはもう負になっちゃってて、もうあの波動が下がっちゃってるんですよね。波動が下がるとその波動が下がった世界線になっちゃうんですよ。 この宇宙の法則で言うと、量子力学的にも波動が下がって、周波数が下がると、その良くない方の人生になっちゃうんです。だから今パニックになってもうどうしようってね、もしかしたら泣いてらっしゃるかもしれませんよね。ということはもうどん底ですよね、今の状況って。そのどん底を抜けるにはっていうことなんですね、私が今お話ししてるのは。で、どん底を抜けた方がいいんです。抜けないとご自身にも良くないし、その波動がですね、 そのお父様とかご家族、一緒にいる方に波動が伝わっちゃうんですよね。だからそのご自身の波動が下がった、その世界線にそのお父様が登場してるってことになっちゃうんで、自分の波動をめちゃくちゃ上げてですね、物事を冷静に見て、生き方をいい生き方、ネガティブじゃなくて、あ、すごく明るい生き方、穏やかで、感情的じゃない生き方にご自身が変われば、その世界線になるんですよ。 そこの世界線になったらお父様もそこに登場してくるんですね。だから同じお父さんじゃなくなるんですよ。世界線が変わるから。 だから、その世界線を変えるっていうことをまずしていただきたいんです。それには、さっきのお二人のね、あの体験からの言葉みたいに、で、私が常日頃言ってるように、まず冷静になって物事を見る、客観視する、それで自分は、あの、どうしたらいいのか、この物事に対して、このお父さんの病気に対して、自分はどう受け止めたらいいのか、どう思考して、じゃあ自分は何を行動すればいいのかっていうことなんです。それを冷静に考えるっていうことなんです。 それでいいんです。そしたら世界線が変わって波動も落ちないから、いい状況になっていくんですよ。じゃあそのお父様のね、ご病気に対してどう考えたらいいかっていうのは、まあ私のこのチャンネルの動画を片っ端から見ていただければですね、もう理解していただけると思います。あの病気になるのも、まあそれは当たり前なんです。 そのお父様がね、当たり前っていう、そういうね、個人的なこと言ってるんじゃないんですよ。人間として生きてたら病気になることもあれば、事故に遭うこともあるし、犯罪に巻き込まれたり、まあね、災害とかもありますよね。そして、自ら自分で命を絶つみたいなこともあります。いろんなことが人間ってあるんですよ。人間だからこそっていうことで。 だから、それが一人一人のシナリオがあって、まあ、それぞれの人たちが、人間がですね、その人生でどういうことを経験するかっていうのももう決まってるわけなんですね。だから、決まってることを体験してるっていうことも理解するっていうことなんです。そして、病気になるっていうことがものすごく不幸なことっていうふうに捉えてるっていうことなんですね。やっぱり嘆いてるってことは。でもですね、やっぱりね、あの、こういう考え方もあるんですよ。 ああ自分はね、お父さんのことをこれだけね、愛してるんだなって思いますよね。だってそれほど絶望されてるわけですから。で、それってですね、もう本当に幸せなことなんですよ。そこに気づかれてないんです。あの、第三者、あの、私から見ると、この方幸せだなって思ってます。だって父親のことをですね、そこまで、あの、嘆くほど、ね、お父さんの病気と思うほど愛してるってことじゃないですか。 あの、世の中にはですね、お父さんのことが大嫌いとか憎んでるとか一生許さないなんて言ってね、もう絶縁したりとか、もう本当にいろんなパターンの親子ってあるんですよね。で、私なんか、あの、ずっとね、あの、そばに入れなくて、まあ本当にこう絶縁されましてね、父から。そして父は私と私のこの娘、自分にとっては孫娘を、もう全然連絡もよこしてくれなくて、まああの、ずっと離れたまんまね、そのまんま亡くなってましたから。 でも、後からね、あの、その再婚相手、父の再婚相手から連絡があった時に、やっぱりね、あの、亡くなる前は闘病してたっていうことなんですね。だから、その、私は、実の父の闘病生活のお見舞いにも、看病にも行けてないわけなんですよ。もう絶縁されてましたからね。だから、そのコメント主さんは、今ね、そばにいてね、いらっしゃるんですよね。で、看病も多分できてらっしゃると思うんですよ。病院に通ったりとか。まあ、入院されてたらですね。 だから自分にできてることがあるんだって。私は、あの、これだけ大好きなお父さんのね、看病ができてるんだって。そのいいことに目を向けてください、どうか。なんか人間ってですね、自分の樽を、ね、知らないから辛くなるんですよ。自分にあるもの、自分にこう恵まれているもの、それをですね、見ないんですよね。何かこう辛いこととかショックなことがあると、それだけを見ちゃうんですよ。 だから、あ、お父さん病気になったって、もうそれだけを見てどうしようどうしようになっちゃってるけど、あ、でも世の中にはお父さんと会えてない人もいたり、お父さんを大嫌いで憎んでる人がいてね、親子関係が悪い人も世の中たくさんいる。ね、で、看病もできない人もいるんだ。でも私は看病ができてる。いや、こうやってね、そばにいることができてる。手を握ることができてる。お父さんに話しかけることができてる。会話もできてるって。 なんかそうやってですね、いいこといっぱいあるじゃんと思ってください。そしたら、じゃあ自分に何ができるかって考えられますよね。お父さんの命ある限り、私のこの愛をいっぱいお父さんに与えようと思えばいいじゃないですか。私にできることいっぱいあるなって。いっぱいあるんですよ。もうすでにね、やってらっしゃいますよ。 でも、負の方に行っちゃうから人生が辛いだけなんです。だから、負っていうのがいらないっていうのがそこなんですよ。負の感情はいらないんです。ただ、冷静沈着に物事を見て、あ、今お父さん病気になったなってね。あ、そしたら、娘の私ができることは何かな。私お父さん大好きだから、お父さんにできること精一杯しよう。私のね、心にこう、悔いがないように、お父さんに精一杯しよう。それでいいじゃないですか。 自分にできることを精一杯するだけでいいじゃないですか。そうすると、あの、メンタルが下がらないし、あ、今日も病院に行ってお父さんと話そうってね、お父さんの世話して私は幸せだ、あ、嬉しい、お父さんのそばにいられる、こんなに大好きなお父さんなんだからと思えるじゃないですか。そうやって思うのと、ただひたすら、あもうお父さん病気になった、どうしよう、どうしよう、もう私悲しいって、ずっと不のことを一日中考えて泣いてる、 どっちの世界線がいいですかってことなんですよそしてお父様もですね お父様ですから、そのコメント主さんの父親ですから、我が子が自分の病気のことで悲しんでる、辛そうにしてる。いや、もちろんね、コメント主さんはね、お父さんと会うときはニコニコしてるかもしれませんよ。私もそうでしたから。私も亡くなった主人の闘病の時はもうね、あの、その病室の手前までは本当に涙がもうボロボロ出そうなぐらいね、悲しかったんだけど、病室に入る時に、はーってこう深呼吸してね、 もう笑顔、笑顔と思って病室に入るときはもうね、ニコニコして、あ、来たよってこうね、やってましたよ。でもその病室をまた出た途端涙がボローっと出てましたから、まあそのコメントネスさんの方もね、そういうふうにやってらっしゃるとは思いますよ。でもね、お父さんね、多分感じてらっしゃると思うんですよね。やっぱりね、親って子供のちょっとしたこの仕草とか表情でわかるんですよね。私も娘がいますから。 そしてやっぱり魂同士でね、あの人間で関わってるから波動とかあるんですよね。だからコメント主さんのその波動を感じてると思うんですよ。いくら笑顔で接してても、あ、なんか、なんか自分のこと心配してるんだろうなーとかね。あ、なんか大丈夫かなってこうね。お父さんが逆にね、気を使ったり心配したりしちゃうんですよね。だから、あの、ただ上辺だけじゃなくて、心からですね、さっき言ったように、あ、あの、私はね、幸せなんだ。ね、あの、お父さんの看病できて幸せだ。 ああもう目いっぱいね、愛を注ごう。思う存分ね、自分ができる限りのことをしとこう。あの、後悔がないようにっていうことで、あの、そういう,うに明るくですね、心底ですよ、心底、あの、プラスの気持ちでお父様のとこにね、あの関わってあげればですね、お父様もその波動を感じるんで、あなんか今日もすごく元気そうだな、うちの娘、良かったって思うんですよ。親なんで。親っていうのは我が子、 我が子がちょっとでも寂しそうにしてたり辛そうにしてるとね、自分も辛いんですよ。私も親なんでわかるんですけど。だからどうかですね、心底も明るくなってください。こうやって受け入れてください。自分の人生にね、あの、起きることっていうのは、まあ、起きるべくして起きてるんですよ。でもそのお父様の人生もそうです。だからですね、ある意味ですね、お父様にこうね、心配をかけない。 ね、あの、自分がね、心からですよ。あの、上辺だけじゃなくて、心から明るくなれば、心底、あの、お父様も、本当上辺だけじゃなくて、心底安心します。あ、なんか無理してんだろうな、無理してなんか映画を作ってんじゃないか、じゃなくて、あ、なんかすごく楽しそうだな、って、なんか生き生きしててよかった、って。 ね、自分のこの病気のことでなんかすごく心配してるのかなって思ってたけど、あ、なんかすごく元気そうでね、なんか生きててくれて、あ、安心だなって、お父さんに安心もね、あの、与えてあげられるんですよ。だから親っていうのはそういうものなので、どうかですね、そのコメント主さんが、もう嘆いたり悲しんだりね、されないでください。そして明るく生きた方が世界線がいい方向に切り替わって、あの、物事がいい方向に進んでいきます。 でですので人生に起きることを全部も受け止めて冷静に感情的にならずにパニックにならずにどうかあのいいね波動を出して過ごしてみてください、まあ、生きてるとですねいろんなことが本当に起きるんですよ。 でもそれは人間だからこのね、あの地球に降りてきて地球であの生きるっていうことは、まあ、あのある意味仮想現実っていうことでね、あの本当にゲームみたいなものなんですよ。ゲームっていうのは、あのほら、ロールプレイングゲームみたいなのって、いろんなね、出来事が起きるじゃないですか。 私はあんまりしたことないけど聞いた話によるとね、まあ亡くなった集中もやってましたから、まあそれをちょっとちらっと見たときにね、まあいろんなこのね、あの出来事が起きるじゃないですか、ゴールまで行くまでに。それが人生なんですよ。 だからいろんなこのね一見すると試練みたいなちょっとここでどうしようかなってねここどっちにいったらいいんだろうとかこれどうやって戦ったらいいんだろうみたいなねそのゲームだったら戦うってことになるけどもでもそれもまあいろいろこう冷静にね判断するとあこっちだったとかあこういう方法があるんだってなりますよねだからそこでパニックになってどうしようどうしようってなっちゃうとゲームだってもうそこで終わっちゃったりとかね失敗したりしますよねだからそれと同じなんですよ人生も。 だから冷静に物事を見て、そして落ち着いて判断して、で自分にできることをただ淡々とやる。そしてその淡々っていうのは悪い意味じゃなくて、自分にできる限りのことを 心を込めてやるっていうことです。愛を込めてやるっていうことです。そしたら波動が良くなって、世界線が良くなって、人生が良い方向に切り替わります。まあそういうですね、本当にね、私もどん底の時はマイナス思考で、もうネガティブで真っ暗闇だった私がですね、今これほどですね、もう物事を冷静に見れて、あ、これってこういうことだよなって本当に分かって、 何も負がないっていうような生き方に変われた、その経験をですね、このチャンネルの動画一つ一つでお話ししてますんで、もう皆さん猫すぎ見てください。そしたらですね、もうめちゃくちゃ人生軽くなりますし、まあ、最近ね、いただいてるコメントも本当ね、皆さん他の方のね、コメントも見てみてください。ああ、そうかでこの人もこうやってね、あの、楽になったんだなってね、他の方のを見ると、じゃあ私もってなりますよね。 本当にですね、人生ってね、実はね、楽にね、生きればめちゃくちゃ簡単なんですよ。簡単なんだけど、複雑に、あの、ネガティブに、マイナス思考に考えなさい。負の方向に考えて、メンタルも体もね、もうおかしくしなさいって誘導されてるんです、この世の中に。だから、この世の中に誘導されずにですね、自分というものをしっかり持って、じゃあ自分はどう生きるか、まあ、それを考えるだけでいいっていうことでした。 まあそういうことで、このチャンネルの動画でですね、あのお話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、 絵の横に書いてですね、あの、インテリアとして、あの、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、あの、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、あの、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなーってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただけるようにお役に立ててみてください。で、あの、オーダーもですね、あの、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、あの、既存のね、あの、みんなの方に出品して、 作品ののの中からあ,のあんままり書き込みみ量が多くないいもののみ受け付け付ててすすそして言葉はですね皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければあの短いね一言でもいいですし長文でもね今までオーダーを受けてましたあのたくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それもあの受け付けてますのであのぜひですね本当にこう私をねあの動画だけじゃなくて絵の方でもお役に立ててみてくださいあの心込めて 一点一点こう原価でですね 手書書きででいてまますあの印刷物じゃありませんのでそしてあの写真よりですね、やっぱりこう実物の方がね、全然いいです <laughs> あの。写真はちょっとね、なんか暗めに写ったり、なんかこう色がね、あんまりこう、ほんわかね、写ってなくて、ちょっとこう、暗めに写ったりしてますんで、まあ、本当にですね、こう実物を手にしていただいてねあの、飾っていただけたらなと思ってます。そして、あの、今までご購入いただいた方のご感想、レビューですね、それはですね、あの、コミュニティっていう場所のところに、あの、随時ですね、 あの投稿させていただいてます今まで本当にですねあのご感想いただいてありがとうございましたでそしてあのインスタの方にもねあのレビューっていうところをあのまとめてますので、まあ、どちらかで見てみてくださいあとですねあのアクリル画とかハンドメイド品とかもありますのでいろいろですねあの私をお役に立ててみてくださいでは今回もありがとうございました